皆さんこんにちは、メルです。なんとですね、本日やっとですね家に Wi-Fi がつきました。いや本当にもうついた瞬間の喜びはですね半端ないというかですね、良かったです本当に。今日から頑張ってたくさん動画をアップできると思うのでですね、皆さん楽しみに待っててください。今日はですね、アメリカにいる時の私服についてなんですけども、アメリカの方はですねこの寒さの中スパッツ1枚とかで全然歩いてるんですね。で上着とかもなんかこの間ね、一人だけ半袖の T シャツを着て歩いてる人がいたりとか、結構もう寒さに対してのねなんかあれが違うのかなって感じなぐらい皆さん薄着をして出かけてるんですね。私はですねもう寒くてスパッツ1枚じゃさすがにちょっと出かけられないんですけども、この間ですね買い物に行った時にこれだったら出かけられるかもっていうスパッツをちょっと見つけてきました。じゃーん、こちらです。はい、結構見た目は普通のジムウェア的なね感じのスパッツなんですけども、こちらですね中になんとこういう風に、まあ、伝わるかわかんないんですけどフリース素材になっててですねすっごいあったかいんですよこれ。なのにすごい薄いし収縮性が半端ないんですよ。はい、なのでですねこれだったらいけるかもって思って、まあ普段私がね日本とかで買うやつっていうのは、まあ、こちらなんですけども、もうかなり薄いんですね。風通しがすごく良い、運動とかする時には全然いいんですけども、やっぱりね冬にねこれだけで歩くっていうのはですねちょっと寒すぎるっていうかですね。で本当これはね全然いけそうな気がします。しかもこれねすごい安くて7.99だったんですよ、ドルでね。だから約800円、1000円以内で買えちゃうんですねこういうものが。ということでちょっと履いてみたいと思います。はい、まあ履いてみた感じはこんな感じです。それはやっぱりこう綺麗ですね、ラインも出るし、あとはもう履いてる感じのすごいね伸びがめちゃくちゃ良いので、ストレッチがすごく効いててですね本当に動きやすいし、はい、あったかい。とにかくはい、ということでちょっと外に来てみました。こちらを履いて、はい、でも本当に今日もマイナス18度ぐらいなんですけども、あったかいですねこれ。全然寒くない。私いつもこの上にだいたい洋服着てたんだけど、全然寒くないです。うん、外はめっちゃ寒いですけど、ね、でも今日もですねマイナス18度の中、ちょっと今日もこれからジムに行ってまいります。ということでアメリカの私服事情でした。また更新いたします。バイバイ。